So much love to this love. You are the word to me. Once I cried at the thought I was foolish and proud and let you say goodbye. Sadness, you came and brought me love again. Now I know that no matter whatever befalls, I'll never let you go. I will hold you close, make you stay. Love is the saddest thing when it goes away. Because love is the saddest thing when it goes away. こんにちは、ベースの津川くり子です。阿部大輔です。先週はね、スペシャルゲストをお迎えして、平真美子さんって素晴らしい素敵な私の大先生であるボーカリスト の先生に来てもらいまして、いろいろ話を聞けましたけど、ね、コメントもたくさんありがとうございました。ありがとうございました。ということで、まあ、今週また2人に戻りましたが、はい、第99回目、はい、セッションの心へ初めて参りましょうか、はい、最初の曲はこれジョビンの曲だよね。アントニオ・カルロス・ジョビンの Once I Loved っていう曲をお送りしました。これ私ね、ポルトガル語はまだね、わかんないの、うん、そう、ポルトガル語で歌えたらいいんだろうけどね、うん、本物をね、まあ、ね だけど、うん、あの方が歌ってんじゃないんだけど、あの人がアストラドでいいんだよね、かな、アストラド・ジオベルトさんが、うん、歌ってる、英語で歌ってる Once I Loved、 これもマミコさんのレッスンを取ってる時に宿題に出た曲なんだけど、うん、気持ちを込めて今日は特になんか言葉を大事にっていうのは先週やったからね、歌えるように頑張ってみましたがどうだったかな、うん、いや、これはね、Once I Loved って説明すると、まあ多分これも切ない失恋の曲だと思うんだけどね、ていうか基本的にジョビンの曲ってそうなの、全部なんかバッドエンディングなんだよね、なんからしいですね、悲しい悲しいって、うん、でなんかそのなんかこれはまあその最初に、まあ、恋してた人に、まあ、なんかもう自分の注げる愛を注げるだけ注いだ相手に、もう自分の世界だった人、まあ、
一度はな涙を流しみたいな。でもその時は私はあの何フーリッシュってお、なんかバカっていうかなんていうの、うん、愚かでなんていうの自信もあったからあなたにもうこうさよならしてしまったんだって。だけどなんか悲しいと思っていた時に悲しんでいた時にまたあなたがやってきて brought me love again ってね、またあの、まあ、復活したわけですね、うん、復活したっていうかなんていうのそういうの復活、うん、なんかまあまたまた恋をしたんだね、うん、その人とね。でもう私は知ってます、あの何が起きても私はあなたを離さないよ。でもこれハッピーエンディングだよね。 I'll never let you go、 もうあなたはもうどこにも行かせないわってか、まあ男の人が書いたから男なんかあれなのかもしれないけど、で I will hold you close、 あなたを近くに寄せあもうに行ってもらって、でもなんかあれだよね、最後マイナーでなんか終わるから、そうね、なんかそれも分かんないよね。 Because love is the saddest thing when it goes away。まあでもこれどうなったのかは分かんないけど、またそこがいいんだね。なんか続くみたいなさ、いつもそうだよね、どの曲でいい曲いいなって思う曲は全部続く。そうだね、でもはっきりしてたら面白くなるもんね、うん、そのイマジネーションとかね、そうそう、うん、だからこの哀愁が出るんだよ曲に、またさ、うん、いいねということでね、うん、まあ、でもこうやってさ一つ一つの曲を一つ一つの言葉をさ、まみこさんが教えてくれたみたいにさ、やっぱ大切に歌ったり大切に弾いたりとかさするとやっぱりもっとなんか楽しくなるよね。で深みが出るし、なんだろう、多分聴いてる人たちにももっと伝わることが多くなるんじゃないかなって思います、うん、ということでね、今日の話題ですか、はい、まあ、99回目ということで救急といえばなんだ、まあ緊急事態ですね、はい、トラブル、救急、はい、救急への対処法ということで、はいちょっとかなり強引ですが、うん、まあ問題にぶち当たった時にどうするかみたいな話ができたらいいかなみたいな、うん、はい、栗子さん最近は何か問題とかってありますか、というか課題っていうかさ、というか何かあのやっぱ行き詰まる時ってあるじゃん、うん、ありますか。ああ最近はもう何か忙しいから、うん、もうその時のことをこなしてとりあえず何か一生懸命練習して課題をこなしてるっていう段階ですかね今はね。ちょっと暇っていうか時間ができたらなんかこう自分と向き合うことができて、なんかこう何壁にぶち当たることもあるかもしれないけど、今とりあえずなんか目の前にあるなんかこうちょっと高めなハードルを超えている感じかな、うん、ありがたいことに課題があるからさ。そちは、課題というか、まあ今までやっぱりぶち当たってきたことはいっぱいあるよね。あるよね、うんうん、まあ最近だとさ、僕の課題は体をね柔らかくしようと思っていろいろやってんだけど、試してんだけどとかね、あといかにその受け取り上手になるかっていうか、うん、ポジティブな、なんて言うんだろう、要するにさ、その問題に当たってる時って、例えばなんだろうな、なんていう問題、例えばこれが弾きたいけど弾けないとか、なんかグルーヴが出したいけど出せないとかさ、そういう時ってさ、まあ、それこそアインシュタインが言ってるみたいに、その問題が起こった時と同じレベルから考えてたら解決策は見出せないって言うじゃん、うん、それ自分のが知的なこと言いますね、うん、いやでもそうなんだよ、はい、でもだからた一歩高いとこからあのレベルの視点から見られるようになったら、もう問題は問題ではなくなってしまう、ね、それはそうですね、そうだよね、はい、うん、だからそういうためにやっぱりさ、まあ、先週のまみこさんみたいにさ、人に習ったりするとさ、自分では持ってない視点から見られる人にの意見を聞いたりとか、その人とやっぱ近づいて、その何、まあ、波動っていうかそういうものを共有することによって自分もその視点に行けるっていうのはあるから、うん、やっぱりあのね、あの人に習うっていうのはすごいいいことだなと改めて思ったな、うん、実はこの、まあ、僕がバークリーの時に習ってたミック・グッドリックっていうね先生が先日亡くなってしまったんだけど、うん、でなんかやっぱりその
改めてなんかその時のことを思い出したりとかして、なんかね、まあ、ミックのレッスンは またなんかすごい、なんつうの、几帳面な人で、もうレッスンはもう30分だったんだけどね。そうね、25分間もうタイマーがかかってるわけで、まあまあレッスンはまあもうすごい、だからちゃんと課題を出されて、まあそれやってこなかったらもうなんかなんだなみたいな感じで、でもすごい先生だね。だって30分なんてさ、こうでもうガチャって入ってさ、楽器出してさ、Hey, what's up? みたいな感じでさ、How was your week? どうもって言ってる間にさ、もうなんか10分くらい経っちゃってさ、いやいや、そうなっちゃうね。だからそういうのは絶対やんない人、だからチューニングもやっぱりレッスン前にちゃんと終わらせてきなさいとか、まあ、そういうのこともちゃんといかに無駄にしないかっていう時代、優しい先生だね、それでまあだからもう5分前になったらピピって鳴ったら、はい終わりって言って、最後もう締めの言葉が5分間あって、でもあってもう時間通りへっていう人で、まあまあやっぱいろいろな、まあまあその何、技術的なさ内容もいっぱい学んだけど、なんかその姿勢っていうか、それが一番そう生き方っていうか、なんか、もう全然なんかもう自分のポリシーを持っててさ、であとやっぱすごい気長にやっぱ練習するっていうことを学ばされたよね。だってこんなデモ帳みたいなさ、教則本みたいなのがさ2個あってさ、でこれはまあ時間かけてやんなさいって感じだけども、それこそは10年とか20年かけて、一生かけてやるもんだよみたいな感じ、だからさ、すぐ結果を出そうとまず思わないこと、だからこれやっててさ、多分なんか先生から課題出された時ってさ、これやってて意味あんのかなとか思うじゃん。だからとりあえずもうその結果を気にしないで、とりあえずこれだと思ったらやってみるってことが大事だよね。だってその先生が、やったらいいと思うことなんだから、経験がある人がね、だからそうなんだよね、きっといいんだよね、その時には。だからその見えてない世界があるわけじゃん、これやったらどんな意味があるのかって分かんないことってあるじゃんね。だからそういうのは大事にしたらいいかなと思うけどね、確かに私もなんか歌ってみようって、それこそニューヨークから帰ってくる1年とかで習ったんだよね、でやっぱその時一人で歌っててもやっぱどこにも行かなかったかもしれない、けどやっぱどうやって、なんかとりあえずどうやって練習したらいいのかっていうのとか、何を大事に、何をポイントに置いたらいいのかっていうのをやっぱね聞くことができたからさ、家に帰っても、あ、これやってみようとか、こういう風に練習したらいいんだっていうのさ、やっぱなんかこの楽器を学ぶのと似てるとこもあるけど、やっぱ全然違うからさ、だからなんかすごい良かったなって、今でもすごく生きてるし、なんかこの美学っていうかさ、なんていうの、そのな、何を大切にとか、どういうことをきなんか、大切に歌った方がいいとかさ、なんかそういうこといろいろ教えてくれるのが先生だよね、だからいいよね、先生なら。僕もね、まあまあ最後の方はさ、クラシックのギターのレッスンとか習っとってたし、まあ日本帰ってきてからもね、あのまあ古楽器のレッスン、古楽器で、それでなんでかっていうと、そのまあその爪を切っちゃってさ、どうやって音を鳴らすのがいいのかなっていうのは分かんなくて、まあそれで古楽器の、まあ、あと古楽器なんつうの、そういう古楽器のことが好きだったから、まあ、習ってみたんだけど、やっぱそれでね、もうこうやって先生がさ、こうやって後ろから手を出してね、こうやって音をピーンって鳴らしてくれたわけよ、この楽器でね、あ、違う楽器だったけど、まあ、それで、あ、こういう音なんだと思ったわけ。もうそれだけでもすごい価値があるじゃん、なんか、あ、こういう音 を出そうと思って先生を出してんだなと思って、もうそれだけでももう行った価値があったなと思って、でその一回の音を聞いたらさ、なんかイメージができるじゃん、そしたら自分もそれになんかできるようになるっていうかさ、だからすごいやっぱ家で、まあまあ YouTube とか見てるのもいいんだけど、体感できないかもね、そこまで。そう、やっぱそのリアルなこの実際の振動っていうのはさ、やっぱり大事だなと思うけど、確かにね。あと俺が言ったのはその古武術のレッスンも行ったじゃん、俺そういうの好きなの、やっぱよく行くね、いろいろ。最近はだからその自分にない視点からやっぱ物を見れたらさ、世界が広がるじゃん。だからそれがやっぱさ、その何、例えばブッダとかさ、キリストとか、そういう視点だったわけじゃん。すごい広い視点で物を見られてたから、その悟りを開いたみたいな感じで言われてたと思うんだよね。でもみんな多分そういう
風な状態にもなれると思うんだ。音楽やっててもなんかうわすごい広く見れてる時ってあるじゃん、うん、なんかもうお客さんのこともちゃんと認識してさ、バンドメンバーのことも認識してさ、うん、自分のこともなんかちょっと遠くから見てるみたいな状態になれるとかさ、うん、ね。そうだね、確かになんか私がすごい、うん、あのためになったのはニューヨークの最後の方の時にさ、オーケストラ1年間やってた時あったでしょ、クイーンズカリッジのね。その時はもうなんか譜面とかもう全てが新しい畑だったからさ、なんかこう何も分かんないわけ、ルールとかいろいろなこと、うん、そう、あと譜面もあんまり強くない方だからさ、全部書いたものを弾かなきゃいけないわけじゃん、正反対の世界じゃん。でそれにばっかりこう意識 してたらさ、60人くらいが一緒に演奏してるんだよ、生の楽器がさ、うん、そんな素晴らしい経験なんてなかなかないじゃん。で最初のうちはそこまでなんかいっぱいいっぱいで聞こえてなかったんだよ。だけど最後の方になってあの第九をね演奏した時に、あのセカンドムーブメントかな、あのバラードがあるんだけど、サードだったか忘れたけど、うん、その時にすっごいなんかなんだろう、涙がこみ上げてきたんだよね。なんかこうぐーって、なんか知らないけど、うん、その時は多分自分が何演奏して、まあ、簡単ななんか弾くことが簡単だったっていうのもあって余裕もあったのかもしれないけど、もうなんかその時はすっごいもうなんか初めて全体が聴けて、うん、もうなんか心がすごい大きく震えたよね。したら周りもみんな同じように思ってたみたいで、うん、周りのなんか他の友達とかもなんかあの時泣きそうになったんだけどさ、俺もだよとか私もですとか言って、なんかねすごい経験だったなと思ってさ。やっぱなんかで今はできるの、そのちっちゃい編成のさジャズの編成だったら、うん、もう経験がたくさんもねあるから、だいたい難しいことやってなかったらだいたいこう上から見て大きく全体を見れるの、うん、お客さんの方も見れるし、最近は、ま、生意気にも歌歌ってる時もさ、うん、あんまちゃんとそこまで覚えてないのかもしれないけど 100% 覚えてないのにお客さんの顔を見て歌えるようになってきたのね。そうだけど、まあちょっともうちょっと大きい編成になったりとか、なんかちょっとね難しいことやってる時にちょっと結構こうなりがちだから、それはもうちょっとこう神のような心で広く見られたらなと思いますね。そう、そう、それであのまあ問題をね解決しようとする時にさ、うん、やっぱりその問題を見ちゃしまうじゃん、うん、ついね、例えばピッチが悪いから、ピッチが悪いのをどうにかしたいって思うのか、すごく気持ちいいピッチで完璧なピッチで弾きたいって思うのかで全然、まあ、ちょっと言葉の差じゃん、でもそれで大きな差が出ると思うけど、うん、てかさ、ピッチが悪いと特にさベーシストは、うん、あのフレットがないからさ、すっごいコンプレックス持ってる人多いと思うの、うん、で私もそうだったよ長い間、うん、ピッチが悪いと思って弾いてると今日調子悪いなって言ったら、うん、ずっとフラットしてんだよね、そういう時に限って。そうだ、ピッチを悪いのをやめようと思うじゃなくて、よくしようとかね、うん、とかあのね美しく弾こうとかね、何が一番効くかっていうと、自分でももちろんちゃんと練習して自信をつけといて、うん、何があっても自分は正しい音を知ってるの、うん、なんか正しい音って出したい音が分かるので、自分を信じてあげればちゃんと手がそこについてきてくれるんだよ。そうそう、ね、うん、だから心配しないでも大丈夫だと思います。みんなたくさんいい音楽聴いたりとか聴きに行ったりとかね、演奏もしてるだろうから、うん、大丈夫だから、自分が想像した自分を信じて、自分を信じてない証拠だから、これ抑えられないとかいうのは、うんうん、俺が気をつけてるのはね、解決を探すときに、例えば焦ってるときに解決を探すとうまくいかないことが多いと思う、うん、例えばやばいやばいどうしようかなって思って、これにしようって思った選択ってさ外れること多くない？じゃなくて、うん、そうじゃなくて本当にリラックスして、だからそういうでもやっぱ瞑想とかってすごい有効だと思うんだけど、体がもうとかなんか心を閉ざしてる状態でいろんなことを受け取ろうと思うと、それはもう悪い情報を受け取ってしまうわけよと思うわけだから、なるべくもう本当に心地いい気持ちでいて、そういう時こそね、なんかやばいなと思ってる時こそ、そういうのをまあほっといて、なんかそういう楽な状態とか気持ちいい状態をでいて、なんかピンってくるときにその解決法をやると大体うまくいくかなと。
そういうスピリチュアルな話になりますけど、随分なんかちょっと抽象的なところは抽象的だけど、でも、はい、だから言葉をとりあえず置き換えるっていうのはすごい大事だと思うの、うん、だから音が自分の音がしょぼいとかいいんじゃなくて、どうやったらもっと豊かな音になるかなって思いながら解決策を探していったらさ、全然違うじゃん。そのピッチが悪いから直したいっていうので、悪いっていうもう前提を作っちゃってるじゃん、うん、それは良くない、ね、悪いんじゃなくてもっと気持ちいい音で弾きたいなとか、うん、もっといいリズムで弾きたいなとか、リズムが悪いから直そうってじゃなくて、でも私はどちらかというとそういうタイプだったの。あ、本当。でもさ、それだとさあんまり効率的じゃないんじゃないかと。そうだから、うん、こういうタイプの人もいるから、うん、そういう人はあのおすすめだよ。だから、うん、あのいいコーチにつくってこと。私はあの、うん、まあ、マミコさんもしっかり、あとベーシストの先生にも習ってたし、あのプロとしてっていうか、うん、まあ、ちゃんとここ5年前5年くらいかな、まあ、習ってたし、その頃にちゃんとしたコーチがいてくれたから自信がなかったけど、音とかさピッチとかさ、うん、だけどその先生に、お、いいですねって、大丈夫ですよって、うん、いい音してますねって言われて、あって、あ、そっか、大丈夫なんだ、このまま行っていいんだっていう自信がついたから、うん、なんかまた違うこのレベルに、うん、上がれたと思うんだよね。確かに日本人はさ、特に日本、自分に厳しい人が多いじゃん。そうだ、ね、自分を褒められない人が多いから、うん、やっぱそういうのは人に褒めてもらうっていうのもやっぱいいかもね。そうだね、いろいろ自分のなんか取説みたいな、取扱説明書みたいなのを作ってさ、うん、こういう風になんか自分のなんかね、あの自信ある人もいる。いや、そういうわけじゃないんだよ。俺だってだ、それで気づいたわけ、うん、そっちの方が効率がいいってこと、うん、そういう ポジティブな面から見てあげて練習した方が効率がいいんだ、うん、まあ確かにそう。なんか、うん、弱点を直そうと思ってると効率が悪いんだ。っていうか、だんだんなんか一人でずっと練習しててさ、うん、やっぱこうなっちゃうんでしょ、だん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 こういう風に、うんうん、で自分の音にばっかりフォーカスしてしまうから、だからやっぱこうそれをもうちょっと遠目にこう 広く見てあげて、でもちろんあと客観的に、自分のこと聞くっていうことも大事だから、録音したものを聞くことすごいおすすめだし大事だと思うから、やった方がいい。最初はすごく嫌だと思う。なんか自分の音なんて聞きたくないと思うじゃん。私も大嫌いだったことあるけど、でもまあ厳しく言うとそれが現実だし、それをお客さんとかに聞かしてんだからね、バンドメイトに。そうそう、お金払って聞いてもらってんの。自分で聞きたくないっていうのはそれちょっとね、それちょっとね、うん、でもなんかまあ言ってしまえばだんだん慣れてくるわけよ、慣れてくる、ね、自分の音に。普通になっちゃう。でそれを越すとそれ好きになってくるから、その音が、うん、てかまあ愛おしいよね、自分しか出せない音だからね、うん、そうそう、だから自分のことをやっぱ大事にしてあげたらいいよね、自分の音楽をね、自分の音をね、うん、はい、そんな感じでいいですかね、今日は。うん、救急の話だからね、はい、救急の話、救急なんだかよくわかんないけど、ね、はい、まあまああんまりあの詰めすぎて救急にしない方がいいからね。それなんか結構前、仕込んでおいたネタみたいな全然仕込んでない、言ってたってということで、はい、じゃあ今日は最後にリクエストいただいた Here's That Rainy Day っていう曲をお送りしてお別れしたいと思います。昨日雨だったからね、一日そうだね、今日はすごい晴れてるけど明日は雨かもしれないし、わかんない、明日晴れてほしいな。雨降ってるとね、楽器持っていくの大変だからさ。はい、ということで引き続きというか次100回だから何しようかね。まあいいや、ということで、はい、いつもありがとうございます。じゃあ、ヒアイズのプレインで。Thank you.
はい、ありがとうございました。今週もまたいつもっていうかね、99回も皆さんついてきてくださってありがとうございます。ありがとうございます。ね、引き続き100回までちょっととりあえず目指して、120回130回150回またわかんないよね未来はわかんないけど、また応援していただけたら嬉しいと思います、はい、またコメントとかリクエストとか質問とかもまた引き続きよろしくお願いいたします。とっても励みになってます。はい、はい、ありがとうございます。そしてまだの方はチャンネル登録とあといいねボタンも励みになりますのでよろしくお願いします。じゃあまた引き続き楽しい週間をお過ごしくださいませ。はい、じゃあね、またね。ありがとうございます。バイバイ。